悪用元気、誰でも簡単に洗脳する方法教えちゃいます。学習サロンのマーです。今回は登録者19万人を超える洗脳系 YouTuber ドクターヒロさんの著書、思い通りに相手を操る心のガードの外し方、これを紹介していきたいと思います。著者のドクターヒロさん、私も仲良しでたまにご飯行くんですが、マジですごい人。元マルチ商法でトップセールスを叩き出していた洗脳のプロ中のプロです。それで今は YouTube も伸ばしていますし、他のビジネスでも圧倒的に稼いでる、もうね、ただのモンスターなんですが、ヒロさんのこの本めちゃくちゃ面白かったんで今回紹介しようと思ったんですよね。あなたも普段こういったこと思いませんかね。思い通りに人を動かせたらな、好きなあの子と仲良くなれたらな、この人とはどうしても仲良くなりたいな、こうやって思ったことってやっぱありますよね。だから頑張って話し方とか心理学の本を読んで勉強したのに、なぜか効果が出ない。こんなにね、心理学の知識が広まっているのに、ほとんどの人がうまくできてないんですよ。この理由が何なのか、これも結論から言うと、心のガードを外せていないからなんです。もう AT フィールド全開の人に体当たりで突っ込んでる状態です。心を開いていない人に対して、どんなすごい話術も心理学も通用しないんで、そのままじゃいつまで経っても思い通りのコミュニケーションできないんですよ。残念。でも逆に言えばですよ、その心のガードの外し方さえマスターしちゃえば、人は簡単に動かせちゃうんです。もうね、その方法がこの本にめっちゃ詳しく書いてあるんですが、これはね、マジで悪用厳禁です。そこで今日すぐに学べちゃうのはこの3つ。1、心のガードをこじ開けるヤバい奥義。2、心のガードを外すためのコミュニケーションの2大原則。3、雑談で大切な3原則。もしこの動画最後まで見てくれたら、あなたのこと超大好きになります。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。チャンネル登録してパパ応援してね。1つ目、心のガードをこじ開けるヤバい奥義という話です。この奥義をマスターすれば、明日から悪魔的に好かれること間違いなし。もうね、悪用厳禁ですよ。やめてくださいね。それが雑談の奥義、褒めいじり。これなんですよ。これね、私とヒロさんのツイッターのやりとり見てると、マジでわかりやすいんですが、ヒロさん私のことめちゃくちゃ褒めいじりしてくるんですよ。マーさんは YouTube の神ですから、とか、マーさんが稼いでるのって、それ円じゃなくてドルの額ですよね。みたいにめちゃくちゃいじってくるんです。これね、不思議なことに嫌じゃない。というかもう逆にね、言われるのがね、快感になってくるんですよね。この本読んで、まんまと洗脳されていたことに気づいちゃいました。このやり方は超簡単で、いじるように褒めるだけ。これただのいじりで、相手を小バカにして笑いを取るのは絶対 NG なんですが、褒めいじりは相手を持ち上げていじるので、とても効果的なんですよ。ポイントは雑にやることで、これガチっぽくやると必死でこびている感が出てしまうので気をつけましょう。具体例を紹介します。これ著者のドクターヒロさんがマッサージ屋さんで50代中盤のおばちゃんと話すときに実際にやったテクニックなんですが、まずはおばちゃん、絶対若い頃は男を泣かせたりしてたでしょみたいないじりを入れます。すると大体照れ隠しで爆笑されて、おばちゃんの声が3トーンくらい明るくなるんです。あはは、失礼ね。そんなことしないよ。いや、もう話し方にいい女オーラ出ちゃってるよ。なんかわかるもん。あはははは。そう？お兄さん若いのにこんなおばちゃんくどいて何にも出ないよ。くどいてないよ。思ったこと言っただけ。まあおばちゃんがあと5歳若かったらくどいてたかもね。みたいな感じ。この会話どうですかね。もうこの会話をした日にはマッサージ師のおばちゃんに帰りの時間を合わせてもらった上に、夕飯までご馳走になって宿まで車で送ってもらって、お土産も買ってもらったらしいです。ヒロさん、おばちゃんキラーですよね。これ下心とかではなく、おばちゃんを喜ばせようと適当なことを言ってるだけなのに、もう効果は絶大なんですよ。まさに雑談の奥義です。これ使えば一瞬で近くにいる親戚レベルの親密度になれちゃうんですよ。まあ、ヒロさんはね、実際にお会いして話してみると、この褒めいじりが天才的にうまいんですよね。ぜひね、あなたも騙されたと思って、この褒めいじり明日から使ってみてください。 100% 効果あります。2つ目、心のガードを外すためのコミュニケーションの2大原則という話です。これから説明する2つを知らなきゃ、どんなコミュニケーションの勉強しても無駄になってしまいます。それくらい大事な原則になるので、肌の毛穴をかっぽじって聞いてください。1、メラビアンの法則。コミュニケーションにおいては、視覚情報 55%、 聴覚情報 38%、 言語情報 7% の順番で印象が決まるんです。え、言語情報 7% しか効果ないのって思いますよね。今よく世に出てる本って、言葉の使い方とかこのフレーズがいいみたいな情報が多くて、だからね、いつまで経ってもあなたは効果が出なかったんですよ。このね、メラビアンじゃ覚えづらいって人は、カレーの法則で覚えてみてください。ルーが視覚情報、ライスが聴覚情報、福神漬けが言語情報です。
もしあなたが言葉の使い方の勉強ばっかりしていたら、それは美味しいカレーを作りたいのにちょっとしかない福神漬けの勉強ばかりしているのと一緒なんですよ。どれだけ福神漬けが美味しくてもそのカレーが美味しいとは言えませんよね。逆に福神漬けがまずくてもルーとライスが美味しければカレーはね美味しいんですよ。つまりあなたが今やるべきことは視覚的聴覚的な表現力を向上すること、これが基本で大事なんです。綺麗な日本語で論理的に正しく分かりやすい言い回しとかもう一旦忘れて OK。 それよりも大事なのが見た目を磨くことと聞きやすい声で話すこと、これだけであなたの印象はガラッと変えることができちゃうんです。心のガードを外すための大原則二つ目が情報の優先順位、これなんですよ。情報の伝えやすさには優先順位が実はあって、それが1、誰が言うか、2、なぜ言うか、3、どう言うか、4、何を言うか、この順番がめちゃくちゃ大事なんです。もうね、4つも覚えられないよって人は、まずは最初の2つだけで OK で、誰が言うか、なぜ言うか、これだけでも覚えれば、コミュニケーションの印象操作は完成しちゃいます。まず誰が言うかが一番重要で、視覚情報、聴覚情報が優れてる人が言うことは大抵受け入れてもらえちゃうんです。これ心理学で言うと、ハロー効果って聞いたことありますかね？何か一つでもいいところがある人は、他のところもいいと思われがちという心理効果で、有名なのが海外の政治家の得票率を調べた実験で、イケメンの政治家の方が得票率が高くなったんですが、ここで大事なのは投票した理由。てっきりイケメンだからなのかと思いきや、政策がいいからなど、見た目とは関係ないところで評価をしていたんです。それくらい見た目の良さが内容に反映されるんで、誰が言うかが大事で見た目が重要なんですよ。次に大事なのがなぜ言うか、これです。なぜ、何のために、何を意図してコミュニケーションを取るか、これ次第で相手に受け入れられるかどうかは大きく変わってきます。ほら、思い出してみてください。小学生の頃よく怒る嫌われている先生と、よく怒るけどなぜか慕われている先生いたじゃないですか。この違いって生徒のためを思って怒っているのか、ただ感情的に怒っているのか、この意図の違いが細かい表情とか仕草に無自覚に出て相手に伝わっているからなんです。ですので、あなたがもし何かを伝える際は、まず何のために伝えるのか、これを先に明確に意識するようにしましょう。まとめると、コミュニケーションにおいて大事なのは視覚聴覚情報、誰が言うか、なぜ言うか、これだけでもこの動画で覚えておきましょう。三つ目、雑談で大切な三原則という話です。あなたは雑談って得意ですかね？仲いい人ならいくらでも喋れるけど、初対面の人だと雑談が一気に苦手に感じる人も多いかと思います。せっかくね、第一印象の見た目を良くしても、第二印象になる雑談で悪い印象を持たれたら、これはもったいないです。ですので、特別大サービス。ここでは雑談に重要な三つの原則を順番に説明しちゃいます。一つ目、ノンバーバルが最重要。いきなりカタカナやめてよって方は、このノンバーバルイコール言語以外って言い換えちゃって OK です。つまり言語以外の見た目、仕草、話し方で行うコミュニケーションがめっちゃ重要になるという話です。雑談が苦手な人が一番悩むのが、何の話をしようかなって話題で悩みますよね。この気持ち私もわかります。でも何を話すかはマジで実はどうでもいいんです。そもそも悩むって何か考えたことありますかね？ A がいいのかな？ B がいいのかな？こうやって悩んでる時って正直人生においてはどうでもいい。どっちでもいい時なんです。明らかに A の方がいいって分かっていたら悩みませんよね。 A も B も同じくらい魅力的だから悩む。つまりどっちを選んでも大して変わらないことって多いんですよ。そう考えたら悩んでる時間って本当にもったいないです。話を戻します。雑談でこの話題がいいかな、あっちの方がいいかなって悩んでも雑談は上手くなりません。だったらノンバーバル、見た目や振る舞いを良くすることを意識しましょう。例えば見た目で言うと、運動をするのがマジでおすすめ。週1回からでもジムに通ってみるとか、自宅で筋トレするだけでもいいです。引き締まった体は圧倒的にいい印象を与えられますし、男女問わず生存率が高いと本能的に思わせることができるので、生物的な安心感イコール魅力にもつながるんです。あと気をつけなきゃいけないのが口臭や体臭。この夏気をつけないとダメですよね。私たちおっさん世代はいくら見た目を良くしても臭いは罪です。対策としては定期的に歯医者に行く、汗拭きシートや制汗スプレーを携帯する、香水をつける。特に香水などはおすすめで、普段つけないって人こそつけることで周りと差をつけることができちゃいます。まあつけすぎは注意です。あと振る舞いの方で言うと、2回目に会った時は前回会った時よりも仲がいいつもりで接するというのがおすすめです。正直初対面の時のことなんてあんまり覚えてないって時でも、仲の良さそうなテンションで接してこられると認知的不協和が起こって、相手もあ、こんなに仲良かったんだなって勘違いしてくれる人が一定数いるんですよ。人は自分のことを気にしてくれている人のことを好きになっちゃう性質があるので、これもねぜひ実践してみてください。雑談の三原則の二つ目が自分から話しかける。これも大事なんですよ。雑談が苦手だから話しかけられないじゃなくて、自分から話しかけないから雑談が上手くならないんです。いやそうは言っても今話しかけて迷惑じゃないか
かなとか、話がつまんないって逆に嫌われないかな、こうやって思っちゃうじゃないですか。でもこれあなただけじゃなくて、実はみんなが思ってるんです。だからこそあなたから率先して話しかけてあげることで効果が大きくなるんですよ。一番ダメなのはもじもじして乗ってこない人。ノリノリで話しかければ大抵の人も話しやすく感じてくれて、相手も乗ってきてくれるんです。とは言ってもですよ、そんなメンタルないから無理ってこの動画を閉じようとしているそこのあなた、ちょっと待って。メンタルを強くする方法があるんですよ。それはズバリ傷つくこと。もうね、正直これ以外にメンタルを強くする方法はありません。私もね、学生時代はお恥ずかしい話、たくさんナンパとかしたんですよ。話しかけたんですよね、クラブだ、海だ、バーだ、たくさん話しかけてめちゃくちゃ断られました。でもその経験のおかげで営業の時、どんな会社でもどんなお店でも飛び込んで話しかけて営業取れたんですよね。思い切って話しかけて、うまくいけば楽しいし、うまく話せなければ、あ、メンタルが鍛えられたんだな、そうやって考えれば、もう話しかけるというだけでプラスなことしかないから、そうやってポジティブに捉えて地道に鍛えていきましょう。雑談の三原則の三つ目が、浅い話をする、これです。雑談で避けた方がいいのは真面目な話をしちゃうこと。これがダメなんですよ。雑談は雑に話さないとダメなんです。ただでさえ初対面の人と話すときって、この人どんな人なんだろうとか、普段よりも気を使って喋るので脳がね疲れちゃうんですよ。そんな時に中身のある難しい話をされたら、相手も自分も意味のある話をしなくちゃってなりますよね。これが大変。そうやって身構えてしまうと緊張して心のガードはガッチガチになってしまいます。ですので大事なこととして、雑談はハードルを下げて浅い話をまずしてください。例えばですが、飼っているペットの話、今日見た夢の話、天気の話、何でもいいんです。うまく話せる関係だから雑な話ができるんじゃなくて、雑な話ができるからうまく話せるようになるんです。これはね、もう明日からすぐにできちゃうので、ぜひねやってみてください。さらっとまとめです。 1. 心のガードをこじ開けるやばい奥義。 2. 心のガードを外すためのコミュニケーションの2大原則。 3. 雑談で大切な3原則。どうでしたかね。他にもこの本には思い通りに動かす誘導の仕方とか、正直ねやばい内容が盛りだくさんだったので、さらに気になるという方は説明欄のリンクからぜひねポチってみてください。ヒロさんの褒めいじりはマジで使えるんですが、私はね、いじられやすさ、これもね意識してるんですよね。相手にとって、あ、この人はいじってもちゃんとノリノリで返してくれるんだなって印象づけると、緊張していた相手も気軽にいじってくれて、それで一気に心のガードが外れて仲良くなれたりするんですよ。特にね、会社の先輩とか目上の人にはいじられやすくしておくのめちゃくちゃ大事で、私が結構意図的にやっていたのは、本流の仕事はきちんとやっておいて、どうでもいいところができない、これをね演出するんです。するとお前仕事はちゃんとできるのに、こういうとこ抜けてるよなみたいな感じで、隙が生まれて先輩としても親しみをね持ってくれるんですよね。面白いことに、最初から完璧な後輩とかみんな大嫌いで、頑張ってるけどちょっとミスがあるくらいの方が好かれやすいですし、仕事もね熱心に教えてくれるんですよね。だからあれです、私すぐにヒロさんと仲良くなって、ヒロさんは褒めいじりをしていましたけど、こちらのいじられやすさ、このテクニックによって私が逆にねヒロさんをね洗脳していたんですよね。手のひらの上で踊らされていたのはヒロさんなんですよ。学識サロンは公式 LINE を大幅リニューアルしています。リニューアルに伴い LINE 限定特典を2つ用意しています。1つ目、ビジネス書診断。私が今までに解説した約400冊の本の中からあなたに合ったぴったりな一冊を選びます。スタートボタンを押して質問に答えていくと診断が届くんですが、これやってみると結構楽しいです。2つ目、 LINE 限定動画。タイトルは絶望の国で生き抜く力。絶望の国というのはこの日本のことです。普段からねこのチャンネルを見て勉強なさってるあなたなら、今の日本はやばくねということにはもう気づいてると思います。その日本で今後生き抜くためにはどんな力が必要なのか、私の目線で語った動画を無料でプレゼントしています。概要欄にある URL をタップして友達追加していただければ、すぐにこの2つの特典が見れちゃいますので、ぜひね私とお友達になってください。私友達少ないんですよ。よろしくお願いします。さよなら、さよなら、さよなら。